皆さんこんにちは。今日の担当はあゆみです。 Hello everyone, I'm Aimi. Nice to meet you. Yeah. ではまずは私のプロフィールを、じゃん。 Name. My name is Aimi. Love beautiful と書いてあゆみです。生まれ兵庫県出身、関西ですね。関西出身の、12月25日生まれの25歳です。で、血液型は A 型です。すごい意外やなって言われることが多いですね。うん、あの O 型に見られますよく。うん、で、好きなものは洋服と海外です。洋服はまあ、あのファッションが好きで、いろんな洋服をね、着たいなとか、あのおしゃれが好きなので、洋服は常にアンテナを張っています。そして、海外は海外の人のこう周りの目を気にしない性格といいますかね、あのそういうのが好きだったりして、とても最近居心地がいいことに気づきまして、はい、好きです。そして、特技、スペシャルスキル、ギターです。ギュル。ギターは、まあ、今やもう仕事になってるんですが、高校の時から、ガールズバンドを組んでギター担当だったんですけど、ちょっと待って、ギターの絵がこれギターは、高校の時にガールズバンドを組んでいたので、その時から弾いてます。レスポールスペシャルとランダムスターです。今日は私のペットを連れてきたんや。アニーちゃん、アニーちゃんこっちだよ。ペットのアニーちゃんです。はい、こんにちは。この子ね、大きくなったらね、150センチぐらいになるんだって。だいたいあやさぐらい。お兄ちゃんどうしたの？あららららら、ドクロの目に入って、そんな楽しそうでしゅね。見てこのつぶらな瞳を。あら、かわいいでしゅね。あやいやいや、こんな感じで遊んでます。下まで行くとハートマークがある。かわいい。はい、あらまあ、ずっしりつやつや、たまらないですね、この感触。いやもうね、爬虫類ね、苦手な人ね、たくさんいると思うんですけど、本当に全然怖くないから、一回ここに来てほしい。本当に触れ合ったら人生観変わると思います。今日はですね、何をやるかと言いますと、私のリクエスト企画、ご飯に合うおかずを決めよう。やったー、こちらの白米、イエーイ、やったー、嬉しい。定番の明太子からいこうかな。じゃあいただきます。マーベラス。唐揚げで、唐揚げいただきます。鶏塩唐揚げかな、普通の。いただきます。うん、やばい、これだけご飯5杯ぐらいいけそう。見てこれ、あーすごい見た目、うわ、なんか羨ましいもん、もはや、なんかもはや美味しそう。いただきます。
っちゃ美味しい。じゃあ次は同じくしぐれ煮ののどぐろいきたいと思います。いただきます。なるほど、うん、味がね思ったよりね濃くないからね、本当にねおにぎりもう米全体にね入れてねおにぎりにして食べたいって感じ。ラストでございます。ラストはこちらコンビーフユッケ風。やばー、絶対美味しい。これ見て、ほらほら、なくなっちゃう。美味しい。ブラボー。カップラーメンを食べ比べてみようでございます。それでは一個ずつ食べていきたいと思います。じゃあまずこの鶏パイタンからいきます。いただきます。する。へえ、おしゃれな味だ。うん。うん。女の子好きそう。うん。次は醤油。背脂醤油いきたいと思います。いただきます。醤油ラーメン美味しい。醤油ラーメン美味しいわ。うん。こいつに行きます。すごいいい香りですよ。最高のようにちょっとなんていうかタンタンっぽいというかひき肉も入っておりますね。うーん、程よいこってりです。おー、おいしいスープ。ね、いただきます。うん、つるつる麺。うん、うん、ふん、うん、はいはいはい、全部おいしい。牛丼を食べ比べてみようです。はい、こちらはですねプレミアムな牛丼ですね。プレミアムな牛丼を出るんですけれども、食べる頻度はこの中では一番多いかなと思います。いただきます。うん、うんうんうん、もういつもの味ですね。結構お肉が、わかりますか、大きいのからちっちゃいのまで結構幅広い感じで食べてて、こうボリューム感というか、もうなんか逆になんか慣れ親しんだ味だから個人的には新鮮味とかはないですけど、もう安定して美味しいなという。うん、牛丼といったらここでしょうという、この家でしょうっていう感じの店舗さんなんですけれども、誰しもが知ってるお店なんで、いただきたいと思います。はい、お、お肉多いですね。いただきます。うん、うん、美味しい。お肉もな感じで長いのとかすごい大ぶりですね、結構ね。うーん、今回行う企画はホラーゲーム実況。イエーイ。それではゲームをやっていきたいと思います。おー、サードナイト、深夜の12時から始まります。 That's not what I meant.
なんか言ってるな。同僚かな。すごい。あれか、ピザ食べた食べかすみたいなのがついてんのかな、よだれかけにね。今すっごい足音聞こえたのよ。みんなには、あー、届いてるよね、やっぱ隣まで。すっごいガン飛ばしたから。お、地下だ。閉めとこう。パワーがもうない。この足音はどっちだろう。帰っていく音かな。かわいい音。あー、クリアしたイエーイ。4日目の夜に突入したいと思います。まあ同僚からの電話はとりあえず無視するとして、隣に来ないとやっぱ勝負にならないから、隣まで私はどうせなら来てほしいと思ってる。あ、移動してるな、これ。ほら、新キャラです。フォクシー。あ、動いたな、この野郎。地下このアングルかわいい。っていうか4日目楽勝なのでは。 2B かな。あー、来てるね。ん？帰ったのかしら。電力のなさに焦りを感じています。あと 1% だ。どうしよう。ということで今日はここまでです。残念ながら5日間生き抜くことはできなかったんですが、3日目を、生き抜くことができたということで嬉しく思っております。まあ、夏ということでね、また涼しくなるホラーゲームやれたらなと思いますので、過去にもホラーゲーム実況やってますので、そちらもぜひ見てください。響きのチャンネルはこちらの、響きスタイルは響きの誰かがどんどん更新していきますので、チャンネル登録をお願いします。ということで今日の担当はあゆみでした。バイバーイ。